ごめんね、もうちょっとだけ待っててね。ほんといつも悪い、片付けまでしてもらって。うん、私が好きでしてるだけだから気にしないで。何か手伝えることは？大丈夫、任せて。ねえ、私もナインボール行きたいんだけど。やめとけ、もう遅いし。なんで？だからもう遅いから。ちょっとくらい遅くなってもいいじゃん。ダメだ、許さん。え、何怒ってんの？心配なんだよ、大事な妹に何かあったら。もしお前が暗い夜道で怖い目にでもあったらと思うと。俺は。お兄ちゃん、お前みやこ先輩と二人きりになりたいだけだろ。うん。ほら見ろ。おい、なんだこの無言で差し出した1000円は。頼む、帰ってくれ。どんだけ必死なんすかね。わかった、わかりました、帰ります。ありがとう。ニーニーのそんな笑顔見たの初めてな気がする。お前は兄思いの本当にできた妹だ。二人きりだったらぶん殴ってますよ。何その熱い手のひら返し。お待たせ。あ、どうしたの？いや、なんでもないっす。よし、ソラ、駅まで送ってやるぞ。やるぞだよ。忘れ物ないか？うん、大丈夫。じゃあ行くか。にゃーこ先輩、ごちそうさまでした。いえいえ、お粗末さまでした。ごめんね、いつも私のわがままに付き合わせちゃって。帰りに覗いてくって言ったの俺だし、いつも謝んなくていいって。そうね、ありがとう、ごめんなさい。あ、もう口癖だよな、それ。気をつける。九条もいいのか、帰り遅くなって。もっと遅いし、今日は新見くんのお家に行くって言ってあるし。ああ、言ってあるのか。うん、あれ言わない方が良かった？いや、九条がいいのかと思って。ん？何が？いや、ほら、一応は男の部屋だろ。飯作りに行くとか親が心配しないかなって。あ、もしかしてソラちゃんを呼んだのって気を使ってくれてた？
ああ、いや、あいつは言わなくても勝手に来るけど。そっか。大丈夫だよ。ミミ君、うちの家族みんなに信頼されてるから。は？なんで？特におじい様がミミ君のこと大好き。大…え？話したこともないのに？ミミ君って、いただきますとごちそうさまってちゃんと言ってくれるでしょ？手を合わせて。まあ、言うね。はい。会見の時もごちそうさまって言ってくれるし、気持ちのいい青年だっておじいさま言ってたよ。ああ、いや、普通じゃないか、そんなの。ううん、あんまりいないよ、そこまでしてくれるお客さん。そういうもんか。です。小銭ポイって投げてくる人もいるし、変なクレームつけてくる人もいるし。変なクレームって？私はもっとしょっぱいのが好きなのに、この料理は薄すぎるとか。知らんがな。だよね。だからミーミ君はとってもいいお客さんってこと。いいお客さんね。実は毎回ミーミ君の料理におじい様がおまけしてる。え、マジ？ミニトマト1個多く入れたりとか、スープ少しだけ多くとか、さりげなくね。あ、おじい様に叱られちゃう。今の内緒ね。さっきのパフェクイーンも常連だけど。あ、そうね。綺麗に食べてくれるから嬉しいっておじいさま言ってた。そんな子が犯人だとは思いたくないな。そうね。もしかしたらなんて言っちゃったけど。でも睨まれてるんだよな。考えてみたら、犯人だったらそんな露骨なことしないよね。ああ、言われてみればそうだな。短絡的に疑っちゃうなんて、申し訳ないことしちゃった。とにかく確かめてみよう。まあ、どう確認するかが問題だけど。スティグマが浮かんでくれれば楽なんだけど。うまく能力発動の瞬間に立ち会えて、なおかつ手や顔、女の子なら足もかな。目視できる場所にスティグマが浮かぶこと、なかなか難易度が高い。そうね。
確かに睨まれてるな。やっぱり。ああ、それに俺たちが入ってきたら急に表情をこわばらせた。普通の反応じゃないな、あれは。じゃあ彼女も。まだ断言はできないけどな。俺たちの正体を知っているとして、うん、確かにあそこまで露骨な敵意は逆に不自然だな。うん、だよね。やっぱり私の考えすぎかな。協力者って可能性もあるな。可能性だけなら無限だよな。何とでも言える。九条、なんか頼む？あ、そうね。せっかく来たのにお水だけなんて失礼だし。身内の店だろ？親しき中にも礼儀あり、家族にも礼を尽くせ。九条家の家訓です。そうやって財を成したわけだ。俺、ケーキでも食べよっかな。すごい。そんなにあっさり決めちゃうなんて。え、ダメ。だってケーキの値段。やっぱりニーミ君、ブルジョワジーね。だからそれ九条が言うなよ。嫌味に聞こえるぞ。そんなつもりは。ごめんなさい。また謝った。ごめん。今なんて言うのが正解？ごめんなさいかな。悪い、いじりすぎた。半分食べないか、ケーキ。全部は食べられそうにない。たくさんおかわりしてたもんね。ハンバーグマジでうまかった。ありがとう。じゃあ半分こしよっか。何食べたい？ニミ君の好きなの選んで。俺なんでもいいから。そう？じゃあどうしよっかな。視線を感じる。そうね、睨まれてるね。ん？何？どうしたの？いや、俺に向かって何か言った。唇を動かしたんだ。なんて言ったか分かった？いや、さすがに。
犯人かどうかはまだわからないが。ユーザーであることは。ああ、確定で良さそうだ。バイトの時注意しておく。俺もできる限り店に来るよ。ありがとう。ようやく状況が動いたな。そうね。で、何食べる？じゃあ、シフォンケーキでいい？ほいほい。すいません。また明日ね。ああ、また。こっちの部屋にいるなら、あっちの電気は消してくれよ。なぜ？電気代の無駄だ。電気？使用するのにお金がいるのね。こちらの世界のルールはよくわからないわ。お前が勝手に使ってる PC もただじゃ動かない。なかなか便利ね。こちらの世界はアーティファクトに頼らない代わりに独自の発展を遂げている。興味深いわ。何してんだ？ミヤコが言っていたアニメというのを見ていたの。アーティファクトが登場しているという。ああ、メビウスか。わからない言葉が多いけれど、それなりに忠実のようね。忠実？ああ、一応ここの伝承を元にしたらしいけど。なかなか面白いわね。絵が動くのも興味深い。まさか異世界の人間に評価されるなんてな。放送する世界を間違えたのかも。でも、イーリスの二つ名も能力も間違っている。間違ってる？あ、実在の人物なのか？こちらの世界では有名人よ。へえ。それはいいわ。何か進展は？ないこともない。今度から二人がいるときに来いよ。手間が省ける。いやよ、騒がしいのは嫌いなの。特にあなたの妹、私の苦手な人種。それについては兄として申し訳ないとしか言えんな。で、進展は？
ユーザーらしき人物が2人、手伝ってくれ。何を？本物かどうか確かめてほしい。ソフィーはユーザーがわかるんだろ。誰がそんなことを言ったの？は？自分で言ったじゃないか。言ってないわよ。言っただろ、俺がユーザーだって。私があなたを見つけたんじゃない。先にあなたが私を見つけたの。わかるように話してくれ。私の限界。ああ、あなたにはわからないわね。仮の姿にはいくつかのエンチャントが付与されている。その一つが、そうね、わかりやすく言えば姿を隠す魔法。普通に見えたぞ。当然よ、ユーザーには効果がない。ああ、そういうことか。お猿さんしか騙せない低位なアーティファクトの能力でも、使いようによっては役に立つ。自分の姿を見たやつがユーザーってわけか。そうね、私に最初に気づいたのがあなただった。そして最初に予定を狂わせたのもあなただった。俺がアーティファクトを持っていなかった。違う。こんな愛らしい姿をした私を連れ去らなかったこと。おかげで自力でここを突き止める羽目になった。いや、連れ去るわけないだろ。なんで落ちてるぬいぐるみを持って帰るんだよ。落ちてるものは自分のものでしょ。常識よ。そっちの世界の常識がわかんねえ。まあいいや。じゃあその二人にソフィーの姿が見えるか試してくれよ。お断り。おいおい、少しは手伝えよ。手伝うけど姿を見せるのはダメ。他世界への過干渉は禁じられているの。その要求は飲めないわ。じゃあ何をしてくれるんだ。素性を調べてあげる。できるのか。私は複数のアーティファクトを持っている。答えはそれで十分でしょ。なるほどね。調べてほしいのは朝よく見かける女子。空の同級生でもないっぽいから多分3年だな。男に囲まれてる逆ハーレム作ってる人。もう一つは九条のおじいさんの店、ナインボールの常連。なぜか俺と九条を敵視している。なぜか。ああ、俺たちがユーザーだって多分バレてる。うかつね。まあいいわ、外見の特徴を教えて。3年の方は、そうだな、髪が九条より長かった。もう一人は俺たちと違う制服。髪はボブっていうのか、顎くらいまで。結構、一日もらうわよ。早いな、一日でいいのか。一週間かかっても何も見つけられないあなたとは違うの。だったら自分で探せよ。できないから頼んでいるのよ、おバカね。あなたのことを調べているのよ、特殊なアーティファクト。ああ、なるほど。なんかわかったか？ユーザーが自覚を持たないなんて他に例がない。ますますあなたを野放しにできなくなった。
そっちだって何も見つけられてないじゃないか。うるさいわね。じゃあね、私が戻ってくるまでおとなしくしているのよ。